プロ雀士が集う隠れ家麻雀遊戯バーへようこそ。そうですね、はい、元にね、もう大和チャレンジというところから始まるんです。何ですか、ゆうさんやってんじゃん、もう。これコンビだからね、大和チャレンジもコンビだから、セットだから、大和くんと日吉さんのセットで成り立ってるからね。だけど我々仕事も一緒にしてるんですよ、教室の仕事で。やっぱり僕と大和もね、まあ、それ昔は普通に麻雀プロとしての仲間だったけど、今はそれを超えてこう麻雀教室を、まあ、麻雀普及っていうの、シニア層に向けた麻雀普及みたいのをこう2人ですごくやりたいっていう気持ちは多分あるから、そこは多分今一番の共通点だね。なんか一緒にやろうってなったらね。ただまあそのスクールっていうところでいうと、 M リーグが始まったからシニア層のそのお客さんが増えたとか、そういうのはあるんですか？ですね、増えないですね。あそこは増えないですね。あそこは増えないです、うん、だったらもう少し若めの生徒さんのが増えます。はい、じゃあやっぱ M リーグは比較的見てる年齢層的には若い。いや若いですね、若いです。なるほど。で次が、はい、ということで続いてのお品書きなんですけれども、はいはい、M リーグについて思うことはというお題になっております。まあ、これもね、 M リーグっていうのもね、今人気のコンテンツとして出ておりますけれども、日吉プロは実況という形で携わっております。はいはい、あとは、山本さんは他の団体の方とか、まあ、自団体の方とか先輩も含めて M リーグに参加されている方を外から見るような立場だと思うんですけども、そういったお二人の視点から M リーグについていろんなお話が聞けたらなと思っております。はい、どうなの、将来 M リーグになりたい？いや、まあなりたいですけど、現状ね、日吉カミカミファイターズにも入れない架空のチームだよね。日吉さんが M つくっていうチームが、はい、そう、そこでね、まあ、応援団としてなら取ってもいいって言われてたぐらいなんで、ランナーコースかね、まだちょっと遠い道なのかなと思いますけど、目標としては、まあ、自団体の方位っていうタイトルが一応目標、それ一つだったのと、もう一つそういう M リーガーになるっていうことが、自分がやっぱ M リーガーになるっていうことが、僕なんか普段麻雀教室とかで普及の仕事とかをすごく好きでやってるので、そこに箔がつくわけじゃないですけど、さらにもっと影響力を持たせることができるかなって思ってるので、やっぱり目標がもう一個できたのがいいことですよね。もう少なくとも麻雀プロの刺激には絶対なってるよね。ちなみにその、まあ、もしかしたら山本さんだけかもしれないですし、まあ、連盟のプロの方皆さんがある程度近い認識なのかもしれないですけど、どうやったら M リーガーになれるっていうふうに考えてらっしゃるんですか？どうですか？どうなんですかね、むしろ教えてほしいですよ。お金払っちゃう。僕が知ってるわけないよ、ね、ドラフトとか見てて思うとこない？やっぱ選ばれてない人と選ばれてる人の差っていうのはね、僕あのやっぱり、ね、思うのはね、 M リーガーになる人はね、影響力のある人なのよ。もうこの一言に尽きると思うので、影響力っていうのはいっぱいあるじゃない。メディアに強いとかも影響力だし、トークがうまいも影響力だし、例えばブログ、ウェブ、SNS ですごく人気があるのも影響力だし、そして何より一番大事なのは麻雀強いも影響力で、影響力のある人っていうのが今その M リーグに選ばれる人なんだろうなって俺は思う。いや、それはそうなんですね。だって麻雀強いだけで言ったら、麻雀強いだけの人ってすっげーいると思うのよ。だって例えば分かんないけど、プロ連盟と最高位戦と協会と RMU と MU の上位何人全員取っていけば今はいいだけなのに、そうならないっていう理由はスポンサーというものがついて、企業カラーとか企業イメージとかあるから、そこにとって得な人が選ばれるんだな、大事な人が選ばれるんだなっていう意味では影響力なのかなっていうふうに思った次第です。まあもう麻雀だけじゃないってことですよね。例えばね、極端なこと言ったら、それは本当重要だな。絶大的にそうですよね。だって普通に考えたら、近藤誠一さんって人気出るわけないじゃない。すごい例えば、ね、例えば、まあまあ、例えばその若い女性と比べたらっていう意味ですよね。二階堂和樹、近藤誠一って言ったら、それは飽きちゃうんですよ。だけどそこは近藤さんの努力というか、麻雀は強いじゃない、だけど道化も演じるってわけじゃないんだけど、積極的にいろんなバラエティー出たりとか、それは近藤さんの俺努力というか、なんだ、見せ方、自分の見せ方のうまさ。ご本人はイメージ戦略とおっしゃってましたね。あ、本当に、はい、あ、狙ってんのあれ。あ、そうですね。俺天然だと思うんですよ。違うって言いました。でもそれはもう完全に劇の動画でやってますね。
すごい面白いね。最近よくね会うんですけど、この間も最強戦だったんですけど、楽屋でも優しいんですよ。あのすごく柔らかい人で、めちゃくちゃ話も面白いし、起点が効くというか、あんだけ同権してるけどバカにはされないっていうか、なんつうのかな、絶妙な位置、いじられるんだけど、ちゃんと尊敬もされるみたいな。やっぱ麻雀強いからでしょうね、あの人に関しては。すごいよね、やっぱ。なんかいい上司みたいな感じですか、うん、いじりもできるし、いじられるんだけどちゃんと彼のためにみんなやってくれるみたいな、うん、 そこを目指してるって言ってたんで、あ、うん、じゃあ狙い通りというか、狙い通り、戦略通りだった、うん、普通ないでしょ、だっておじさんで確かに、ね、おじさんであんな人気あるってやっぱもう全然近藤さんの努力でしょ、ね、すべてやって、だからツイッターもやってるし、うんうん、あ、結構ツイッターもやってますよね、更新してますよね、で動画にも出るし、ちゃんと、うん、こういうマージャン営業みたいな番組にもちゃんとね、そうですね、自分自身も晒してましたしっかり寿司取るのよ、あの男は、はい、そうなんです、出ていただけます、やっぱ全力でやっていただけますし、うん、すごい方だと思いますね。近藤さんはだってもうなんか今 M リーグ欠かされたらなんか僕イメージ湧かないですよ、M リーグってイメージできないです。あ、すごいね、それはすごいことだね。アピールが下手な人でも、例えば鈴木太郎さんとかも、うんうん、まあ、ね、YouTube やってみたりとか、カヤモリだって、うん、YouTube 始め、まあ、やったじゃないですか、うんうん、ね、うん、下手やるイメージないですよね、やるイメージない人が、うん、太郎さんもそう、やるイメージないですね、そうそうそう、ないのに、みたいな、そこは多分そういうところなんじゃないのかな、うん、みたいな。そうですね、あとからではあるけど、うん、そういうところがなんかすごいグッとくるというか、うん、麻雀知らない人たちからすると、うん、麻雀ってやっぱその暗い怖いとか、ね、そういうイメージあるじゃないですか、はいはい、だからそのもし M リーガーでそのご年配の方が、うん、すごい寡黙な強いっていう感じだと、うん、そのイメージに当てはまっちゃうから、うん、気さくなおじさんぐらいの方が個人的には結構しっくりくるんですよね、はいはい、そういう意味で近藤さんそのイメージぴったりで、うん、強いしなんかキャラ面白いし、でも麻雀っていう姿はかっこいいんですね、うん、近藤さんって。でもなんかその外出ると陽気な感じで、それがすごいキャラクターとしてはすごい僕は好きなんですね。チームもいいですよね、近藤さんね。セガサミーだから、うん、だって他の人がもう全員女性じゃないですか、うん、それもまた引き立ちますよね。外熊さんに YouTube やってもらおうか、そうですね、いやでもなんかやっぱそのどうやって M リーガーになれるかっていう話、うん、まあ、例えばその就職したい時って何となく就職したいから頑張るっていう人ってダメなんですよ、うんうんうん、やっぱこの企業に入りたい時にその企業のじゃあ社風は何なのかとか、まあ、その方針は何なのかとかっていうのをやっぱ知った上でそういう対応ができる、自分もそういうスタンスに合わせることができるっていう、まあ、いわゆる就活の一個ですけどっていう方針が取れないとやっぱなかなかその企業は受け入れてくれない、ね、そこに目がけていくかっていうことですよね。ね、やっぱ各 M リーグのカラーがあると思うので、うん、まあ、そういう部分に合わせた自分のスタイルがここに合っているっていうような話とかもやっぱセットになってくると思うんですよね、うん、例えばですか、この前達也さんがこの回出てくれた時に、まあ、どこのチームいいですかって聞いたらやっぱソフトでライデンです、うん、やっぱそういうことだと思うんですよね、そういう部分めちゃくちゃあるなと思うんですよね、うん、なるほどね、合ってますもんね。なんか M リーグでの先ほどおっしゃってたその影響力っていうのを、はい、インピング的には花がある花がないだと思うんですけど、うん、花もですよね、花もですね、花も一つのファクターだし、麻雀の強さも一つのファクターだし、いろいろですよね、うんうん、まあ、もちろん全てを持ってる人がトータル的に一番素晴らしいんでしょうけど、はい、全員が全員そのいろんなツールを全て持ち合わせてはいないだろうなみたいな、そのトータルポイントが一番高い人が上から順番に選ばれてるのかなみたいな、なんかそんなイメージ、今の M リーガーの人やっぱみんな高いですよね、高い高い、すごい高い、トータル的に、うん、高い。 M リーガーに花がある、影響力があるでなった人と、なったから出た人っていうパターンの方がいらっしゃるんですか。ああ、本当そうですね。近藤プロとかにしてみると、うん、まあ、言い方はすごく悪いですけども、花とか影響力が別に必要ないところにいたかもしれないじゃないですか、うん、ただプロ雀士として麻雀が強い、でも麻雀強いという影響力あるんですよ、うんうん、だから麻雀業界の中では近藤さん選ばれて当然だなって思ってた人何人もいると思うんですよ。なるほど。でも一般視聴者からしたら、なんでよく私たち知らない人が選ばれてんのって思ったかもしれないですけど、やっぱりそういう、いや、あの人は僕は影響力ある。なるほど、なるほど。ということはやっぱり持つべくして持ってたっていうことかな。選ばれるして選ばれたというか、当然のセガサミの選択かなみたいな。なるほど、なるほど。
あとそれとそのちょうど聞きたいことがあって、あの今回桜ナイツさんが、はい、まあ、堀慎吾さんを取ったじゃないですか、うんうんうん、で桜ナイツさんって連盟員のこの3名で構成されているチームで、監督森さんは、うんうん、まあ、その団体は関係ないよとはおっしゃっていたんですけど、で別にだから連盟員だから選ばれるわけではないと思うんですけど、うんうん、実際その桜ナイツさんの追加のドラフトが堀さんだったことに関してどう思ってますか？はい、僕は森さんの選択ってのは素晴らしいことだと思いますね、うんうん、あの本当にやっぱ大方の予想ではそういうイメージ湧くと思うんですよ。僕も実際そういうイメージでいたんで、でもその森さんっていう方あ、まあ、もちろん会ったこともあってお話もしたことあるんですけど、おそらく M リーグをとにかく盛り上げたいという気持ちが相当強い方なんだなという、そこに関しては話しないんで印象ですね。すごい、例えばその角川桜ナイツの M リーグ部門っていうところで二席を置いてる方だとは思うんですけど、自分がそこに携わる以上とにかく M リーグ盛り上げるよ、桜ナイツ頑張るよっていうのが、自チームのことを考えてるのはもちろんなんですけど、 M リーグ全体のことを考えた行動なんだろうなっていうのは今回のその指名に関して、まあ、堀さんっていうのは多分すごいって多分で僕見たことあるんで、麻雀もで選ばれて当然なんですけどそういう変ないわゆる垣根みたいなのを超えて、うん、あの素晴らしい選択だったなって思いますね、うん、僕もそう思いますね。垣根があるって多分ファンの方とか視聴者の方々も思ってたと思うんですよ。もう絶対例えばもう連盟員しかいないところは連盟員が入る、最高位戦とかインターネットの麻雀の天宝とかやってる人はもうパイレーツに入るとかドリブンズに入るとかっていう風にもう決まってたところにああいうことをするっていうのは相当勇気がいるっていうか、革命を起こしたわけじゃないですけど、でそれって別になんかすごいことやってるわけじゃなくて、ファンの目線から見たら当然のことじゃないですか。僕らがただプロ連盟に在籍してるからそういう風になんか勝手に思い込んでただけなんですけど、それがだから結局もう麻雀ファンみんなで M リーグ盛り上げようぜっていう風な姿勢に僕は感じれたので、本当に素晴らしいことだと思いますし、もちろん堀さんはね、僕も対局したことありますけど、もう選ばれて当然の選手だと思うし、いやなんかね、俺森監督だったらワンチャンヤマトあるよいやなんかそのヤマトチャレンジが500万再生ぐらいしたらワンチャンなみたいな、いやそうですねそういう面白いを求めてる人だよね、うん、あの人本当に。いやでも実際この前その堀さんの契約日に僕が取材に行ったんで、なんで堀さんなんですかって話して、やっぱ M つくっていうマンション営業でやってるコンテンツで堀さんがすごい名前上がってたんです、もともと。でやっぱそれはやっぱ実際見てたし、他団体からの評価も高かったっていうその動画を見た事実っていうのは実際ありますっていうふうにはちょっと明言していただいているので、まあ、そういう意味では確かに有限限らずいろんな何かのコンテンツでめちゃめちゃこう筋が取れるとか、まあ、何かしらその先ほど影響力があるっていうのが、うん、影響力あるでしょうね、何かあれば多分全然可能性はありますよね。だってはじめ社長とかヒカキンがB1 リーガーぐらいだったら選びたいでしょ。いやそう、ね、例えばそういうことですね。例えばだから影響力っていうことよね。そうそう、そういうことなんだよね。ちょっと取りたくなりますよね。てか逆に取らないとダメだと思うんですね。ああ、持ってるとね。ヒカキンさんとか、はじめ社長さん、まあちょっと細かいターゲット層知らないですけど、ヒカキンさんとかは得意部屋と小学生がいっぱい来るみたいなっていう方なので、そういうことがマージャンっていいよって言ったら、めちゃめちゃ影響力あるじゃないですか。そうですね、うん。で、自社のチャンネルも持ってるわけですし、うん、影響力ってもう日本トップクラスなんで、取らないとダメですし。それがひいてはその先の麻雀業界を盛り上げるというツールになるわけですからね、絶対そうした方が僕もいいと思います。もちろんね、下手だとダメなんだけど、うん、当然ね、そう考えたら、ね、ちょっと500万再生に向けてヤマトチャレンジの再生数増やしたいところですね。500万再生どう行きたいですね。希望だけ言ってましたね。500万再生するためにどうすんだってことよ。でもね、俺も結構告知とかしてるんですけど、告知だけしてもみんな500万再生ってか、じゃあ例えばヤマトチャレンジが500万再生いくために、はい、まずそれすればできるじゃないよ、それすればできるじゃないんだけど、まずするべきことはない、やっぱり拡散しなきゃいけないと思うんです。情報を拡散しなきゃいけない、それもやってんだよね。やってます、それもやってます。これでもその分母をもうちょっと広げた拡散だと思うんですね。500万再生に行くとしたら麻雀業界だけではもう回らないんですよ、うん、はい、うん、だとすると麻雀業界の外に情報を発信しなきゃいけないんですよ。そうそう、熱狂外で、この熱狂を外ですね。いや本当にそうなんです。で麻雀遊戯王自体もそういうところを目指してやってはいるので、いかにそこの分母の情報を拡散するようにするかっていうのがこの先の勝負だと思います。
でそういった点では大和プロはとても引きがあると思うんですよね。イーピン君が大和プロの大和チャレンジをやりたいと思ったのは、星野さんからプロ雀士名鑑っていう本をいただいて、どんなプロの方がいるんだろうと思った時に大和プロが一番目を引いたかったんですよ。嬉しい。え、どこにですか。やっぱり一人だけ黄色いスーツって頭おかしいじゃないですか。でも皆さんが名前フルネームでやってる中で、ヤマトっていう名前で黄色いスーツでビシッと髪型も決めてるというのは確実に目を引くんですよ。なんで、うん、山口ヤマトでしょ、はい、なんでヤマトなの。これはね、あのあれなんですよ、あのマージャンファイトクラブっていうゲームの、それに出演するにあたって、もともと山口ヤマトで活動してたんですけど、森山会長にお前はいつもヤマトヤマトって言われてるんですけど、なんていう名前だっけって言われて、山口ヤマトですって言ったら、もう分かりづらいから山口取ってもこれからはヤマトでやれって言われて、その方が覚えてもらいやすいよって言われて会っただけなんで。だから、はい、今回ヤマトチャレンジに選ばれたのは会長のおかげってことだよね。会長のおかげ会長のおかげと黄色いスーツのおかげだよね。で、あとやっぱ決定的だったのは、僕イーピン君と陽平さんが渋谷でロケしてたんですよ、うん、僕そこにツイッターで見て会いに行ったんですよね、うん、そうですね、確かに。そこですね、そこの行動力、やっぱ行動してくれるっていうのはすごいなと思って。誰か来てくださいってツイッターに書いてあって、行きますって言ってすぐ行ったんですよ。ヤマトチャレンジって、実際、はい、ピン君と星野と僕でいつもその企画会議やるんですけど、はい、ピン君からの推しがめちゃめちゃ強かったんですよ。やっぱヤマトさんが何かがしたい。ヤマトさんを題材にした企画会やりたい。めちゃめちゃ強くて、でそれは、その街頭インタビューでヤマトさんに来ていただいて、そのキャラクターをイーピン君が知ってからのプッシュがめちゃめちゃ強くて、でじゃ あ, まあやってみようっていう感じになったんですけど、あそこに来ていただいたのがきっかけ部分めちゃめちゃ多いと思う。そうですね、だから僕は良かったです、ね、会いたかったんです僕も、イーピン君に。いや、ありがたいよ、その取材、あの取材っていうか現場で、イーピン君ってどういう人かわからなかったんで、うん、会いたくて、したらもうね優しい。イーピン君優しいよね。優しかったらあんなえげつない企画ばっか考えないですよ。でもイーピン君は実際ヤマトと会ってどこに惹かれたの、はい、あ、もうすごく一生懸命で素直な方じゃないですか。やっぱりエンターテインメントを一生懸命考えてる方と全力でぶつかる人に不愉快な思いはしないと思うんですよ。やっぱ絶対それが面白い面白くない別にして、絶対好感は持てるじゃないですか、うん、やっぱり汗をかく人が一番僕は素晴らしいと思う。そういった点でやっぱ大和さんは、あ、こんなに一生懸命やってくれる人は絶対面白くなる。もちろんルックスもありますけど、あ、っていうのルックスはね、引きあるからね。大和書くのは汗だけじゃないよ。そうなんですか。恥もかけな、我々は汗と恥をかけてもなんぼみたいなのがあるんで、ね、いいですよね。やっぱりプロ雀士の方はプロ雀士に慣れてる時点でプライドとかいろんなものがあると思うんですけど、別の時にそれを簡単に捨てられるっていうのは素晴らしいことだなと思います。それです、名言ですね。別の時に捨てる。あ、でもし大和チャレンジが、まあ、さらっとさらっとだった合ってる今の合ってない気がするんだけど、もしもしでも適当なこと言ってる、また仕事くださいねみたいな。もしも今のが合ってないとしたらイーピン君ともども倒れた畑。いや、でも本当に大和さんはそういうところが素晴らしいなと。今回ヤマト陸上がもし500万再生いったんですけど、ちょっと竹翔吾さんがめちゃめちゃ予算出した次の企画出ると思いますね。本当のアスレチックだね。子供じゃなくて作ります、作ります。めちゃめちゃ予算出ると思います。だってあれ貸し切りですもんね。あれ貸し切りですよ。あれでも結構うちにしては予算結構だって公園貸し切ってやつ、そうですね、1日貸し切りましたから。で僕とかも手続きのために何回平和島行ったか。あ、やっぱそうなんですね。僕この間ある現場で聞いたんですけど、この間あれやったじゃないですか、桃鉄、うんうん、桃鉄の許可を取るのに星野さんがめちゃくちゃ頑張ったって聞いたんですよ。やっぱああいう一本の企画を通す、作るっていうのって結局どういう風に大変だったか全然わかんないんですけど、あ、我々はこうやってポッと来て喋らせてもらってたり、ポッと来てなんかやらせてもらったりしてるけど、それを現実にするっていうのはすごく大変なことなんだなぁなんていう風に思ったわけですよね。だからあれ多分僕も見たんですよ、桃鉄見てたんですけど、見てる裏ではそういう風な、あ、そうなんだと思って見直したら、イーピンが最初こうソフトの説明したもんね、はい、新しく出るやつ。そうそうそう、だからそういう話もあるんだなとかって思ったりして、そういうのもいろいろ含みつつ、ね、うん、なんでしょうね、はい、あとはもう大和陸上、大和チャレンジ、桃鉄もそうですけど、麻雀をつけないことで麻雀を知らない人も警戒をしないじゃないですか。
おお、なるほどね、はい、麻雀遊戯王はもう麻雀がついてるので麻雀を好きな人興味がある人になると思うんですけど、ヤマトチャレンジはともすれば別に麻雀を知らない人も興味を持って入れるようなワードだったりするので、じゃあ今日からこの番組は麻雀遊戯バーじゃなくて遊戯バーにしましょう。そうするといよいよ持ってこれ何してるチャンネルってなるんですよ。ここから麻雀ただでさえ麻雀やんないのに麻雀取ったこと意味が分からなくなっちゃうんで、麻雀取ると著作権的に危ないんで、そうです、それもあります。でもなのでそういろんなところにもっともっと拡散をしていかなきゃいけないので、そういう努力もしてるんですけども、他にもあるよっていう方はぜひコメントをしてほしいです。はい、ああそうね、はい、ああそっかそっか、基本 M リーグはすごい使ってるんですけど、やっぱ本来はヤマトみたいに、これからの人を有名にしてこういう面白い人もいるんだよみたいな、そんな人いっぱいいるよね、実際マージャン遊戯王って M リーグ始まる前からやってるんで、はい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 、M リーグ人気に、まあ、その便乗させていただいた部分はあるんですけど、もともとそれが狙いだったわけではないので、はい、ないんだからね、その当時はね。やっぱそのバラエティ、麻雀プロの麻雀じゃない目っていうの部分を出していきたいってあるので、僕もでもちょっと分かるのは、まあヤマトも分かると思うんだけど、麻雀教室って別に M リーグによってすごく跳ねたわけじゃないけど、別にそれがあったからやったわけでもないし、僕で言うと実況は別に M リーグが当時なかった頃からやってるわけで、選ばれたことなんかもう夢みたいな話だから、それを目的でやってたわけじゃないっていうのが多分ちょっとだけ強みではあるよね。僕だってヤマトチャレンジのためにね、麻雀プロやってきたんで、いやそういうチャンス狙ってたんだよ。あ、いやいや、あったと思うよ。あ、やっぱね、そういう、うん、ね、そりゃそうでしょ、麻雀遊戯王っていうね、チャンネルができて、そこで、あ、なんか自分も本当？そう。やもすればサスケ出ようと思ってたでしょ。チャンスあったらいつでもサスケ出ようみたいな。マージャンプロの37歳だから、で最初の障害でポンポンポンってバシャンってやって一生懸命やって、はい、その時もあの黄色いスーツなんですね。それはそうよ。そんなね、そんな狙ってたら多分できてない。そうね、はい、本当に僕もそう思います。それはそういうのもろもろ含めてやっぱり影響力を強く外に出してですね、もっともっと麻雀の業界が反映すればいいなと思うことは多分皆さん同じことを思ってるかなと、はい、そして目標はヤマトチャレンジ500万再生とですね、はい、その先には M リーガーがあるか、 M リーガーがあるかもしれない。あるかもしれません。いやでも俺あると思うんだよね。求めてるよ、インフルエンサーの。インフルエンサーね、絶対求めてますよ。各チーム M リーグに真摯に向き合って優勝を目指すっていうのは最優先ですけど、やっぱり商業的に成立しないと辛いので、どう考えても誰ですかね、今麻雀業界、まあ、今一応5団体の人が M リーガーの選択される可能性があるっていう中で、 M リーガーじゃない中で一番影響力を持ってる人、インフルエンサー的な役割を果たせる人って僕時で考えるんですよね。でもね、分かんないんだけど、今選ばれてないので、正直多分まさしくこの前その取材行ったんですけど、近代麻雀さんとかが近代麻雀予備校とかやってて、インフルエンサーを逆に麻雀教えちゃおうみたいな企画やったりするんですよ。そっちとか正直入れんやと思いますよね。その麻雀の強さっていうのはてっぺんが見えないじゃないですか。なので影響力がなくて麻雀力が高い、影響力があって麻雀力が低い、だってどっちの方がポテンシャル高いかって、やっぱ後者に可能性はあるなと思っていて、わかんないですけど、断言はできないんですけど、でもそれ以上にチャレンジいただいてるその現場もあったので、僕と結構それ見た時に結構ゾッとしたんですね。あ、これは結構覆る可能性あるなみたいな。その今まで麻雀を頑張ってやってきたけど、そっちじゃない分野で活躍した人が麻雀を覚えたら、その勢力図が変わるみたいな可能性はあるのかなと思っていて、だからもしかしたら今のお話で言うと、今麻雀を覚えてない人にポテンシャルがある可能性はあるなと思って。そうですね。でも例えばそのアイドルの方であったり、まあ、タレントの方であったり、今その VTuber の方であったり、いろんな方が麻雀っていうものに興味を持っていただいて、麻雀っていうコンテンツに入ってきますけど、そうすると必ずプロ雀士の皆さんにスポットが当たるわけじゃないですか。やっぱ注目するじゃないですか。その時にプロ雀士の人たちが、あ、やっぱりすごいんだって思われる軸がぶれなければ僕はいい。あ、そうですね、思いますね。いや、そこをぶれたら終わりですもんね。何リーガーか分からないですもんね。そうです、うん、なので影響力のある人は E リーガーリーガーでね、もう影響力のある人が頑張る E リーガーで、やっぱな、 M リーグっていうのは麻雀がやっぱりまずは大事だから、言ってもね、さっきの話ですけど、なんだかんだ言ってやっぱり近藤プロが一番かっこいいのはそこだなっていうことなのかなと。
っていうのを用意してたっていうところで、はい、ここで編集でね。まとまったぜ。だんだん空気読めます。続いてはですね、普段何してんのというタイトルになりまして、まあ皆さんね、あの大和プロ男子、日吉プロ両方ともプロ雀士だということは分かってます。その側面を見てるんですけども、うん、やっぱプライベートの面はあんま知らないので。そうなんですよ、調理師なんですよ、僕。調理師なの免許を持ってるってことでしょ。今は麻雀プロなんだから。そう、調理師なんですよ。今コックみたいになってる。今俺、あの近所のイタリアンで働いてるみたいになってるから。そうそう、あの、で、ところで日吉さん何してんのってやるじゃん。8チーム行っちゃうんだよ。そうですね。じゃあまだ、じゃあまだいけるよ。行きたくなっちゃいましたから。でしょ、はい、もう本当にね、可愛いんだよ。